4月11日金曜日、いなべ市役所いなべ庁舎で、平成26年2月に総務省消防庁から消防団協力事業所としていなべ市内で初めて認定を受けた太平洋セメント株式会社藤原工場に、日置康氏いなべ市長から表示状が手渡されました。この制度は、総務省消防庁が消防団員を雇用している事業所に対して、消防団活動へのさらなる理解と協力を得ることを目的に、平成18年度から実施しているものです。認定の基準は、従業員が消防団員として相当数入団している事業所であることや、従業員が消防団活動を積極的に行えるよう配慮している事業所であることなどです。今回、消防団協力事業所として認定を受けた太平洋セメント藤原工場。現在、19人が消防団に所属しています。また、火災や捜索などの出動に対して公務休暇扱いで対応しているほか、消防団の訓練にも公務休暇が取得できるよう全面的に支援する体制を整えています。それらが評価され、今回の認定となりました。友近正則工場長は、当工事はですね、創設82年を迎えまして、この80年間迎えられたのも地域の皆さんあっての工場ですので、これからもですね、いなべ市、もっと近隣の市町村にも協力できるように、消防団に限らずですね、いろんな取り組みをしていきたいと思っております。さらに友近工場長は、今年入社した職員に仕事だけでなく地域活動の重要性についても伝えていきたいですと話していました。